どうも、ハイチです。今回は高校受験対策の英語がスタートしますので、それの説明というかガイダンスの動画になります。あ、英語使ってみようかなと思った方は一度でいいので、この先ね、説明聞いておいてください。で、他の高校受験対策と大きくは変わりません。実際に受験で出題された問題のみを使って、こうやって動画を、授業をやっていきます。で、まあ特徴としては、英語はですね、板書を、一問に関しての板書が多く使うので、1個の動画の中で使える問題が少ないです。第1回は3問しかありません。おそらく3問4問だと思います、毎回。で、例えば、この問題に正解した、不正解だったが大事な方は、動画最初に止めてもらって、問題解いて、早送りして、丸付けすればそれで済みますよね。で、そうやって使ってもらってもいいですし、この問題とは全く関係ない部分でも、まあ大事なね、用語、こういうのってよく出てくるようなんでも出てくるから、そういうのもちょこちょこ説明します。なので、その、詳しく、いろんなことを知りたいなっていう方は動画ちゃんと見てもらえれば、その正解不正解以外の部分でも勉強できるような動画にしていきます。ただ、余計に喋るので、3問とか4問、さっきリハーサルでね、5回ぐらい撮ったんですけど、やっぱり10分ぐらいかかってしまいます。10分見るか、もうサクッと見るか、それはもう使い方皆さんに任せますので、まあそんな感じになってると思って見てみてください。で、あと、初めてやるんですけど、問題数少ないので、レベルを分けます。例えば、サムネイルで分かるようにしようと思うんですけど、この3問は難易度これぐらいですよ。今回の動画は難易度これぐらいですよ。っていう、まあ難易度設定をね、まあ独断と偏見で、つけてやっていこうと思いますので、まあその辺も気にしながらぜひね、見てもらえたらと思います。では、概要欄の方に第1回のやつ、ね、どっけておきますので、ぜひね、勉強頑張っていきましょう。